カール・エイリヒ・コレンスカール・エイリヒ・コレンスはドイツの植物学者、遺伝学者。彼は第一に彼自身の遺伝学における法則の発見によって、そして遺伝学に関するグレゴール・ヨハン・メンデルの初期の論文を植物学者であるエイリヒ・チェルマック及びユーゴード・フリースとほぼ同時に、しかしそれぞれ独立して再発見したことによって知られる。コレンスは当初は カール・ネーゲリの学生であった。ネーゲリはメンデルが自分のエンドウ豆で言った遺伝の研究について論文を送ったにもかかわらず、その研究の重要性を理解できなかった著名な植物学者である。また、チェルマックはメンデルのウィーンでの学生時代に植物学を教えた人物の孫であった。コレンスは1864年9月にミュンヘンで生まれた。 幼い頃に両親を亡くしたので、スイスに住むおばによって育てられた。1885年にミュンヘン大学に入学し、そこでメンデルが自身の言ったエンドウ豆の実験について論文を送付した植物学者であるカールネーゲリに指示して植物学を学んだ。自身の学位論文を書き上げた後、1892年に中便現大学の試行士となり、さらに ライプチヒ大学及びミュンスター大学での教授職を経て1913年にベルリン郊外のダーレムーに新しく設立されたカイザービルヘルム生物学研究所の初代所長となった1932年に英国王立協会よりダーウィンメダルを受賞翌1933年にベルリンで没したコレンスは19世紀の変わり目頃に遺伝学の 分野における多くの基礎的な仕事を行った。彼はメンデルの業績を別のモデル生物を用いて独自に追試し再確認した。彼はまたメンデルの法則の重要な進展となる細胞質遺伝を発見したが、これはメンデルの法則を超えて遺伝学を大きく拡大したものであり、表現型に関係を持つものが染色体外にも存在することを証明していた。しかし、 コレンスのほとんどの研究は未発表に終わり、1945年のベルリンの戦いにより完全に破壊された。中敏現ンン大学時代の1892年に、コレンスは植物における形質の遺伝について実験を開始した。彼はメンデルによるエンドウ豆の実験の結果を知らないで、メンデルが言ったのと同じ実験を主に柳タンポポにより言った。コレンスは 最初の論文を1900年1月25日に発表した。彼はその中でチャールズ・ダーウィンとメンデルの両方を引用したが、遺伝学とダーウィンの進化論の関連性については十分に理解していなかった。コレンスの論文、後輩種の子孫の様式に関連したグレゴール・メンデルの法則において、彼はメンデルの研究結果、分離の法則及び独立した組み合わせの法則に、 ついて研究した。メンデルの遺伝の法則を再発見した後、コレンスはお白い花を用いて、その変化に富んだ葉の色の遺伝を研究した。彼が再発見したメンデルの法則は、染色体の振る舞いそのものであったが、彼はお白い花の研究によって、メンデルの法則に対する明確な判例を探し出した。メンデルの法則では、 その形質はその元になる両親の性別とは独立して振る舞うのに対してコレンスはこの例では葉の色はその性質を持つ親がどちらの性であるかに大きく依存していることを発見した例として白い枝に別の区域の白い花からの花粉で受粉すると白い子孫を生じこれは劣性遺伝子であれば当然予測される結果である緑の中等に 緑の花粉を受粉すると、すべて緑色の子孫を生じ、これも優性遺伝子ならば期待通りの結果であった。しかしながら、もし白い中等を緑の花粉で受粉すると子孫は白くなるが、花粉と中等の組み合わせを逆にして、緑の中等を白い花粉で受精すると、子孫は緑であった。このメンデルの法則から外れた遺伝のパターンは、後に、 アイジャップと名付けられた遺伝子であることが突き止められた。これは葉緑体リボソームを適切に組み立てるために必要な小さなタンパク質を高度したものである。たとえアイジャップがメンデルの法則に従って類別してももし母系がホモ接合型劣性であるならそのタンパク質は産生されないので葉緑体リボソームも形成されず細胞小器官の中に リボソームは取り込まれないことからプラスミドは機能しない結果となる。子孫はアイジャップの機能的なコピーを持っているかもしれないが、大抵の被子植物では葉緑体はその大部分が母方から排他的に伝えられるので、それらはそれ以前の世代では不活性であり白い植物となったことだろう。逆にもしも父方が白く緑色の母方と交配すると、この母は 機能を保った葉緑体を持っているから子孫は機能的な葉緑体のみを引き継いで緑色になる。1909年の論文において彼は葉の不入りが細胞質遺伝の最初の包括的な例であることを立証した。コランズは植物の学名で命名者を示す場合にカール・エイリヒコレンスを示すのに使われる。ありがとうございます。